では準備できましたらスタートボタンを押して始めてください。第60回ランキングバトル優勝者指名11月優勝者まといの指名は SOB 団体戦部門射止めたプロピッチャー白麺タオカカ行きましょう。マトイ VS ポロピッチョです。全部半濁音ね、ポロピッチョは。これ大事ね、ポロピッチョ。レベル1アクション。タオカカ VS 白麺。これね、結局はね、僕のタオカカ対策っていうのになるんですが、ポイントは3つ。白麺がタオカカに対して当てたいポイントは3つあります。まあそれについてはまだ追い追いしていきましょう。まずは初手投げが通って3800円、受け身狩りは 2D のみになるですね。この場合で様子見に対してエッパーを当てに行く。まあ安いけど2858。上り空投げは通らない、脱出成功。ゴリ置いておった。ここもゲージ吐かない。しかしもちろんリーチ、受けながら DB から椿とね、この選択肢の振り方がやっぱりねうまい。プロピッチョ大事なんだ、プロピッチョ白麺。第2ラウンド、J2A でぶっ込んでいく。ここは 2A ギリがバックして、まあまあまあほぼ完璧です。100点満点中95点の回答。投げ抜ける、 JB で突っ込め。これがね受からないね、確かに。デモス、デモニーバリアで降りる、刻んで、ここは紫を抜けた。ダイレクトリーダーマドイ、JDC、うん、ケアしてます。ほな上りジャンプ A で空中ダッシュの前をケア。全米ジャンプ C、 ついにダメージが入るが、もちろんまとい体力リードなんで巡回モード。裏ガード、ここでホタル、ちょっと安いがまあしょうがない。椿バータイも込みのコンボ、バーストを何度か通したまとい、しかし逆転グレン、うわー、ゲージがない。そして B 派生投げ通していった。 B 派生当てて投げ、あれが緑になるっていうことはね、 B 派生の後フレームはどうなってるかということに思いを馳せると面白いです。空対空当たれば勝つ椿だが、これはガード。 J の空対空から刻む、下がる下がる、何でもいいから当てちゃって、ガッダメ11。第7ラウンド開幕5C、グレンギリが脱出、スライド投げ。これもね相手ゲージなかったんで95点ぐらいの回答ですね、素晴らしい。3600、PC は JDB には勝てない。ちなみにこすっても負けます。さて体力リードはマトイ、うーん裏表迫っていった。そしてここはバースト使わせて OK と見ていきます。マトイはもちろんもう 50% あるんで地上コンボなら即死、空中引っ掛けでも内容次第といったところ。ジェリー先端使ってとりあえず触り出しを取っていく。だがここは 2A の先端、レンガ食らっても安いということで下がる、ぶっ込むが空投げは通らない。 JDC でだよね、タオカカ戦一番あるある、 JDC が出ないところにジャンプリー。さて行くしかない。まあカウンターサールドやっていいキャラってやつやったっけ。ゲージ入ってしまう、 JDC、 あーコンボレーションできとる、こいつ。とりあえず5000取って、5000取ったということは白麺紫になる。ワンチャンスだったが田岡が脱出。いやーこれは
終戦からさすがにまざまといい。あ、これ 6C 使ってなかったから 6C も当たるよ。まず初戦まとい、はい、はよはよ。さてプロピッチョ君が 6A を入れるコンボきっちり練習してきている。ちなみにうん、あれは勝てん、あれは勝てない。擦るなら 5A、 対空で擦る技は 5A。 ちなみに89-90 指導から即連化ってやると 6A5C とかの後にもう一遍 J2A-J2C でループができます。まあ後で言おう。さてまず1本選手はまとい投げ抜ける。このね、序盤のダメージ取りに来るタオカカの動きにどこまで革命がこらえることができるかっていうのはこのカード大事なところです。今のも様子見してからのジャンプは間に合わない。 J2B をかぶせていく行動、レベル4からのあの J2B はギリガからの護衛こすり、レベル3やったら通常ガードの護衛こすりが勝つですが難しい。2コンボ、これはおいしい。着地際 JB 当たって、まあここはまあまあ問題ない。3500からの ED コスリ裏を取っていく、脱出したまとい。だがタイムはまだある。さてここから触りに行ったがジャンプリーで降りる。ここはお互い自重といった感じ。プロピッチョ自重中段ガードガードがうまい。この男 JDC はさすがにね通しません。だからバーストを使って追い込め。 6A2 発目が強すぎる。あの技今度は飛ばない。ジャンプ A 追いかけるが遠い。あー噛み合った。奇襲投げと 6B が噛み合って大事なのはまとい。第2ラウンド投げですね。このね序盤の投げをねほんまにさばけるかさばけないかでかい。 6B 6A 空中ヒットノーマルは何もない。しかしこのね体力リードという事実が大事。しかしダッシュパン投げ当たって投げたんでまあ安めです。パン投げ当たって投げるとねこれ2500しか減らないんですよ実は。タオカカ飛びから斬鉄、いやー集中しているマトイ。だから JBJB で美味しい BADC 画面足まで青いけど先重ねになっていた。重なってないよねこれ。JDCJDCJDC そう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  JDCJC 完璧ですね。11あっこの 2ループはほんまに8990以降の技からできます。さて第3ラウンドはプロピッチョが裏投げ取ってここは 5C で締める。 3C6B 暴れ割り切っていった。ハイジャンプで逆回りしてガード性能にはかなりの自信を持っている男だけに中央での立ち回り。さてここはジャンプ B カウンターから椿を吐いてのコンボバースト強要。しかし 6C 空中ヒットからおっと壁パウンドしない投げ抜ける。こうなるとプロピッチョが相当頑強な立ち回りを見せてくれると思うんですが体力リードは白面。体力リードを背に中遠距離攻めてこいよと催促していくプロピッチョ。攻めないならゲージ溜まるでちょっとお前ハンマー出すぎちゃうあの金槌あのプライマー削るからめんどくさいんですよ。 JD 噛み合った。空中の相手に差し込みに行く JD ってやつです。まだ体力リード白面円までぶっ込む。空中ヒットなんで無理はせず軽くダメージを取っていく。1880が重い。プロピッチョ下がるカウンターアサルト。この体力リードをガッツリと離さない守りの性能がこのプレイヤーの持ち味。
ホタルうますぎる。そしてグレンカサで三振残った。そこもガード6人投げ抜ける。 6A まで。これね、これですよ、こういうプレイヤーです。体力リード、最後に体力リードしていた方が格ゲーは勝ちという、その勝利条件に向かって防御テクニック、これで飯を食っている男プロピッチョ、本当にうまい。さて11長い11勝ちになりそうです。3戦目開幕の空投げ、これは抜けていきますね。ケアしてます。3戦目ガードが本当にうまい。パン投げ抜ける。本当にね、めったなところでは無理をしないこのプロピッチという男。ここもガード、ここは右へノーキャンセルになっていたが、そういう逃げ防止のグレン受け身があり、6B バックステでかわしたものの相打ちなら何もない。いやーバックステガン読み、2500取って、ここは壁だ、剥がしからパン投げ通す。おお裏当て、これはプロミッチョ向かい、2B下段パン投げ抜ける。そういう補正切りはちょっと抜けていきます。裏手 2B バックステが出てしまう。だが体力リーダーまだ白面、そしてどうする、上投げは上に逃れて画面足を背負わせた展開。まとい 5B 暴れ、 5B 暴れまああるよね。びっくり 5B 相打ち、これはいけない。さあ速回ラウンドの勝利が欲しい。無限これどうすんの、ホタルですよね、どうしません。第1ラウンドプロピッチョ第2ラウンド JNC、 オキ JNC はね、猫と JC に負けるんすよね、これあの石難しい。あの JNC をね、上からかぶせるっていうのは非常に田岡戦大事なんですが、あの猫飛び JC とか上から JC があるせいでなかなかリスクリターン的には難しい。パン投げ、さて第2ラウンドまといが体力リードの展開、半分バーで、こっからです。 6C カウンター、あのね空気読めた 6C が当たるとねゲームが決まるだけに厳しい。あー最後までいきますね。 6.382 ぴったり半分です。第3ラウンド、さてまずは地上で 6C をぶん投げていく田岡が、ホタルはガード、ああいう微妙なフレームをガードでこらえる。2A からしゃがみヒット 6C で運んで低空地面、ああやっぱり青いよね、ジャンプや当たってたし、しかし低空地面ということはもちろん簡単に受け身狩りができる。 6A から3000空投げ、裏から空投げ取った。まあこれはもちろん使ってバーストで交換と、体力リーダーまとい厳しいけど、あまとい様子見、あーここはいいですね、当てず ED 当てず発生からのジャンプ A 折り、当てず A 派生ジャンプ A 折りからのコンボ、まといが先行です。 2-1 結構ね僕が田岡が戦でダメージ自分から取りに行きたいポイントはまあ対応なんですけど、相手のダッシュの触り出しに 2B メイン 2B を当てること、まあこれ 6C に対してもちゃんと置ければ勝つんで 2B 当てること、角を意識はしているもののなかなかね猫飛びをやってくるんでね、まといはうまくいきません。さて4試合目まとい先行 2-1 まといバーサスプロピッチョ11勝ち。
これは2A 暴れ、投げと交換になる。高さが合わないんで妥協ルートにすぐに切り替える。投げ抜ける、ここは脱出。おっとバリアが漏れたか。上、いいですね。ほんとこの体力リードを取った時とかの頑強な、この頑強な立ち回り、守りがうますぎる。だがここ噛み合った、何か微妙に出なかったが噛み合って、もちろんニーネコニー、船消しとニーネコニーは5000どころじゃない、6200。何が通る、まあ安いが問題ないでしょう。あれむずいね。うわー、やってしまった。下段まず使う、もう一回 JA から、あ、なんか変なんでた。とりあえず脱出は成功、まだタイムある。さあどうする、まとい体力部位に気がついた、追いかけてくる。やった、 6A が出なかったか、 6D が出なかったか。第1ラウンドまとい、第2ラウンド様子見してから朝割り合い、 2A のがもちろん発生が早い。裏、あージャンプエア通ってしまう。でもう一度裏表、まとい1ポイント。このなんやろ、ボルボリムーブ、裏裏と2回続けて来た。空対空最強ジャンプミ、ここはゲージを吐かない。防衛から触っていくが、椿に対してはそのくせもおー空投げ、マジか、その空投げ技あり。おっと届かない、とりあえず刻んだ、刻みに対しては画面足倒かかってじゃ 2D 対応、 2D で抜けながら対空というのが非常に強いです。ダイルグリーダーポロピッキョ、ロクシアガード、ジェシー追い跳ね返して、グレンは重なっていないと。ロクシーやったか、やっちゃった、もちろん一旦猫さんで落として、はいもう一回ロクシー、はいご覧のダメージです。青いけど中段カウンターサルト、ジェシー通る、まあこれは適当で OK ですね。さて11、まだ終わりではない、多分なんやろ、ヘキサエッジが漏れたんかなってところですね。第3ラウンド、ただバースト状況は厳しい。でもプロピッチはね、守りで勝つプレイヤーなんで体力リードを取れればといったところ。おっとコンボミス、さすがに美味しい、バン投げ、こいつめおやつめ、ははは。さてまた長いマラソンが始まるぞ。うまい、今の 2D からちゃんと止めてのダッシュ空投げはうまいですね。なかなか意識を割きにくいところ、まだ残るけど6やガード、抑えて中段ガード、中段が通ってしまう。なんだよね、逆に逃げるとさっきと同じような空投げがあるんで、中央へ逃れがたかったところ。まといさんちゃんとデモ画面飛ばして、3-1、あともう一個はね、あの僕が田岡戦で気をつけてるのは、あの上を抜ける行動に対してハイジャンプ C をちゃんと当てに行くことですね。ダメージはまあ単発900なんですけど、カウンターすると一応ダウンが取れるんで、その後触りに行きます。10回させないという5試合目です。まといが星を2つ成功、3-1 J、 この振り方もうまい。でもパン投げ、まずはやはり投げでダメージを取りに行きます。ゲージがない白面は投げに対してリターンを取ることが非常に難しいので、あの投げはリスクリターンが非常に合っている。そして空投げ、もちろんゲージ吐くでしょう。これはいいね、これここは体で受けたが、もう一度の中段で、これで終了か。いや青いわ、やっぱアクは受け身取れると思った方がいい。第1ラウンドはまどい、
第2ラウンド6A、うーん難しいんだよね。一発目ガードすると2発目からぶってもちゃんとキャンセルも効くんで反撃が入れにくい。 J2B 裏でまといの裏表ループで中央に戻ると、ここは無理はしません。 6A うまいな。バーストそうです、体力をリードした田岡が相手にどうするか、ぶっ込んでいった。で連下で運ぶコンボ4300ですね。ここは4での空投げです。あーでも 6A カウンター美味しいです。 6B に派生してこれはきっちり安全見てから 2D 余裕でした。上ガン読みの空投げでしたね。11ちなみに空投げ椿は6000近く減ります。あたりはゲームセット。いやーボールとの同時攻撃せこい。先生はまとい、この先生を取った田岡がに対してどうやって立ち回っていくかといったところ、 J2B の先端が当たって、おっとフルコン失敗、おいしいジャンプシーン。そうです結構ねあれね、あのジャンプ D とかね裏からも狙えるんで割とね強いんですよ、あのハイジャンプシーン。マトイがまだ対応してないだけっていうのもあるんですが、ジェンシー相打ちになる、これおいしい。グレンは当たらず、スカゲなんかしゃがみに当たる。もちろんニネモリ先に発動。いやーここはコンボミスにはなっていたが、どっちにしろバタイです。残るけど、いやー 6A の受け身ガリド。ここはねどっちかというともう2択みたいなセットプレーですね。最後俺あっこは基本的に受け身前かな、空中行動残ってるし、 2D ガードするか空投げ抜けるかってやってるけど、逆に2回降りたところで受け身狩りをされてしまったポロピッチョ。さて4-1、全国の白面使いに希望を見せてほしいポロピッチョ。 2B3C 当ててんのよ、パン投げ。 2D 低めで当てるのでグレンはガード、 5C でプレッシャーをかけて、ここはエンマに行く。3300、今もね単発がでかいんでアクアアクアで悪くありません。で BA 中段で、もう一度連携に行く、下段が通る。いやー壊せ、でもガードしてしまうと急にフレームは倒かが空投げ紫を抜けて抑え込みたい。あと一発、最後は下段無敵、足属無敵の 6B だったがマジレス 5B 第一ラウンドプロビッチョ噛み合った 6B バックステア地上だったが、でここで投げに派生と、いやー殺しに行った、謝りながら殺しに行く、あるある。さて一本バースを使わせてプロビッチョ 6A 早い JDC、 ここは JB 椿4C、 いやーワンサイドになった4-2。まあ白面の勝ちパンダの一つですね、殴って置き攻め。超攻撃的にキャラになれたら確かにこのキャラ勝てるんだけど、持ってきました。人読みが強いな、グレン当てに行くとかすごい大事なんですがね、結構ね白面の攻めはそういうバックステとか飛びに弱いんですが、そこをグレンとかで、ね、潰しにいったポロピッチョがうまい。4-2です。7戦目、刻んで裏、ついに 2D 止めを 2D 止め裏を見せていったマトイ。忘れた頃にやられると最初に困る。ここは端 6B、 これがフェイシャルカウンター。まあトリバー、いいねモニと、バースト。
ジェシー中段ガードからここは無理しません。ロケガードさせると猫石に派生できるのが強い。ロケゲージがたまらないんで、まあまあここまでだが3200。さあどうしよう、ゴーディーですね。あんま空中ダッシュも着地も枯れるという兼用のゴーディータイプです。エンバガード追い込むが、うーん、ジャンプ A では抑止力にかけて、あ、これジャンプ A 押したこと自体がねすごいんですけど、実はそこをさらに上を抜けていったバトイの体力が勝りました。大事なんだ、田岡がバトイ、うーん、 5B 対空含みの 5B だが着地下段の方が強かった。初手まといジャンプ C、 あーうまいな。前受け身した後は結構ね裏から掘られることが多いんですが、表になっていたジャンプ C、 そういうところのね細かい研究を進めている。真ん中抜けた紫、緑抜ける。とりあえず物いっぱい投げて時間を使うまとい。ジェニシー微妙、ここは上が間に合った。さてここジェニシー残念さ空中、ジェニシー向こうに行く相打ちから、ここはまとい無理しません。俺はこのままタイムアップでもいいんだが、このピンチじゃゆっくりゆっくり詰めていきたい。タイムアップまでに一発当たれば問題ないのだといった感じで、ゴリーさあ早めにチャンスが巡ってきたぞ。 6A5C 集団ダック、椿が当たる。バースト使ってきます。バーストポイント1バースト、だが体力リードのプロピッチョ、体力リードした時のプロピッチョほど頼もしい存在ない。空投げ抜ける、当たってないけど2連覇。いやー守りにおいても読み合いをちゃんとこなしていくこのピッチョ、これはさすがにバースト使いますね。バースト使わせるまではマトイ何とか成功して1-1第3アウト、やっちゃった安い。で初手はマトイなものの牽制一発でいくり返る、おいしい。壁番から柵に行くが刻みながら中段入れ替えて 3C5C やっちゃっ、今の 5C 連が4000円のところまといのしびろい、だから体力リーダー依然ポロピッチョ。さてポロピッチョこっからの立ち回りが本当に強い。エンマ当ててんのよから、もう芸術は関係ないがジャンプにしかしカウンター、あこれでダメや2500です。2387、 6A は食らって逃げる。さてポロピッチのこの守りの立ち回りをマトイがどう崩すか。まずワンホタルかわす、うまそう、おいしすぎる、読んじゃったか、カウンターアサルト読んじゃったか。ほんとねこのテンパらない焦らない守ってる時において焦らないというのは非常にこのゲーム強みらしい、らしい勝ち方です。さて2ゲーム返しました4-3、これは素晴らしい、本当に次もやろこのガード性能の半分でも俺にあれば4-3 です。お互いのプレイヤーの特色がよく出ての 4-3 8試合目、まずは DD 派生 JC から開幕 6C で挨拶していたプロピッチョに対して、うーんみたいなジャンプ C 指導のワンコンボ3338、投げ抜ける、あの投げを抜けれるか抜けれないか大違い、いえ差し込んでいくが、ここは確認できていない、いえやばい、うまいな。ここは安定コード2600取って運ぶ、もちろんバックジャンプ、これ安定です、大安定コード。
あのバックジャンプに対して当てられる攻撃がある距離とない距離があるんですよ。いいね、モニ体で受けるプロビンチョ6000。さてこっからの追いかける展開きついんだよね、猫によりニエ最後は差し込んでいくニエ。ああいうね、結局歌おかことしは様子見だけではしょうがないんで反転してくるところがあるんですが、地上の 2A からとかから入るときは 2B、 ジャンプ C、 猫っ飛びとかとかで入るときはバックジャンプ 2C があの距離勝てる行動になるんですが、なかなかね見てから難しいです。反転攻勢読まないと無理なんで投げ抜けます。さて第2ラウンド、まといが先手だが、ちょっとここは入れ替え悩んだところ、とりあえずゲージ吐いてラインを返す。こうなる、噛み合わないとこうなる、むずいんだよね。でもバースト使っていたこのピッチャー、ダイレクトリーダーまとい刻んで様子見バックジャンプ、モレンカ、あモレンカがね漏れないように頑張りたいんですが難しい。いい猫に、ここはバータイしながらの体で受けるからがバースト、さあどうする。うーん、生残鉄はさすがに下がってケア、まずは触りたい。いやーこの反転ですね、焦るとね白面ね、ああいう時ねバイステしちゃうんでね、そこにバイステの硬直に刺さるというのがよくある。そして最後はダッシュ 6A というまさ、ジャンプ C が出ていたので着地硬直が生まれたか。もう一度突き放していくマトイ、53落ち着いてますね。 Here comes a new challenger. Please set your 2ゲーム差、53 Pac-Man。 The will of fate is turning。 9戦目です、マドイバーサスプロピッチョ、53 ジェシー5B を置いていたんだが、猫と JC のがわずかに早いなんだよね。猫と、ね、こうし JC に対してね落とせるのが、見てから落とせるのはやっぱり 5A とか 6A になってくるんだよね。むずい、 6A こうですね。あれはねもともとピンチが得意としていたあのクーダバーイでは常に上を見ておいて 6A を置くってやつですね。まといもついに習得します。こうなるとまずはいかに揺さぶりながら近づいていくかとか言ってる間に噛み合わせていく。 JB カウンター、今度はゲージ吐いて、うん、騎士を使って安定して運ぶ、4千200、あー前転、どうも、取りきれない。だが体力差だいぶ縮まった。これが JB で寄っていくとね、たくね、いやーですよね。ここはリバーサヘキサーバースト、おめえゲージねえけどどうすんの。 6B JB から中下かな、投げだった、どこ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 、手段かな、下段かな、いや投げだ、まだやるか。ジャンプ B からね、上りジャンプ B が田岡君には中段になるんで赤相当厳しいんですが投げです。大事なのポロピッチョ、相打ちなんでね、こうなるんであんまり問題ない。おっと2が刺さる、まあまあヒット数多いんで2142と上、あーでも JC の着地硬直、青角としては狙いたいところ、画面足が近いんで着地硬直に 6C 狙い、いいねこれ2と紫抜けるからの2段ジャンプ、ジャンプで触って残鉄、これガード 3C ダウン、下段ガード、ここで抜かれていきます。あいつエリジで触ってプレッシャー上に逃れる、もちろんセオリー通りの上逃れで対応していく。ジャンプで触っていくがノーマルで何もない、エリジ持続、下段ガード投げ上、いやーリスク回避できてますね。
きっちり連火奇襲の後は上。いちいち。ナイスアナウンス。さて第3ラウンド、まずはお互い巡回モード。いやーバックスがうまい。ここは押さないからの集団ガード。だが削った時点で後いリード。ウマジン、まといもネガティブはもらいたくない模様。5C 触っただけ。 6C に合わせていった。あーっと高さが合わない。むずいんだよね。 GB これこれ大丈夫。 5AGB から、いやー4だよ。ジャンプもレコードも軽い。爆弾2だけ刻んで中段ガード。こうなるとこの時は強いが、バクテライ DB で強気でいって、もう一度固め直し。ここは様子見になる。ボディかわした下段休め、低空で締めてセカンドチャンス。グレーガードやっちった。裏飛びバースト使う。体力リーダーポロピッチョ残りカウント20。やったが漏れたところ、ノーマルヒットなんて何もない。プロビッチョ下がる。あ、ホタルかわす。プロビッチョ中央に逃れる。まといぶっ込む。カウンターサルト様子見する。プロビッチョ 6A かわしただけ。 6C から、いやーどうしません。やはり守りが硬いこの男。54この守りの硬さ、おそらく関西ナンバーワン。本当に守りが硬い。守りが硬いというか、守りがうまいというか。さて10戦目です。54からの10戦目。カッチカチやで。6C ギリガ J2B、 だからちょっとね振りすぎの 5C だったところ、2段ジャンプ J2B が刺さって、まあ、3000ちょいと3200。下段から投げ抜けもらさせていく。読んでいる。悩んだところ、ハイジャンプ空だけやったからホタルが刺さると相手死んでいたが、まあ問題ないでしょう。3500つばけありがとう。いやーちょっと安いが、まあ問題ない。最後 6B、 まだやるか。第1ランナーポロビッチョ 2B、 実は俺の喋りを聞いている感じのポロビッチョ 5A からエンマリーグ AB エンマ画面端に運んで、 6A から始めたいが、イレッタがもちろん効きます。ここうお読んだよ。あ、そこ赤いやつ、それ赤いやつや。あ、バーストするしかなくて、ゴービー対決天才。今のほんまにゴービーか。ホタルっぽかったけど。さてポロピッチョ2本返した。55やっぱ強えわ。本当やっぱこのゲームにおいてこれだけ守れるというのは強い。いやー人呼びもあさって 5-5 まで持ってきました。さて最終戦です。11月第60回ランキングバトル優勝者指名11月マトイ VS ポロピッチョ、タオカゴ VS 作面 5-5 11戦目。ここですね、反応しにくい低打 JB での触り出し、ごまかさせません。ポロピッチョガード、ここで安全なところで上に逃れながら触りに行くが、2段ジャンプでかわしていたマドイ。なんと2段ジャンプ即投げ抜けバリアってやってるのが偉いですね。ワンダメージ先制2000。いやーここでごまかした。とりあえず JA で触ってから考えよう的な紫風だけ。ここはポロピッチョ体で受ける。紫抜けて通りません。体力リーダーマトイ、さあどうしようかな、どうしようかな。マーク名使いこういう時どうしようかなってなる。マジで
タイムはまだある。だが JB、 これはノーマルだったけど着地速強引暴れやしゃがみには当たらない。第1ラウンドはまどい。第2ラウンド、猫と JC から行くが、パン投げ、開幕の投げはでかい。あと痛いレブリード、タオカが使え、タオカのね黄金パターンがね、この投げからのワンコンの後、おっとごまかした。さてごまかしレンカから体力微妙なところ、上からかぶせていくがバリアすると次の2B が当たんないんだよね。あの位置紫抜ける、よし、スーパー陣ゲージが溜まるね。やったね、プロピーぶっ込むが空中前、空中出し間合いがいい。まといガンマチジェリーノーマル、あーここだ、クーダの噛み合いに強いジャンプリー大きい。あっこうね、下がるという選択肢を持っていれば強いんですけどね。パン投げ、紫抜けて空投げ、うん、さすがに抜けます。拾いだったが残念な空中ガード、 6A は間に合ってない。エンバーガード、いやー 6A マスを使うしかない。嬉しい、おいしい、上、いやー 6A 裏、まだある、まだあるぞ、まだあるが、いやー逆に逃れますね。いやーしょうがなかった、暗転返しまで。というわけで勝ったのはマトイ6号、最後はタオカガっぽい巡回モード、6号2でマトイが勝ち越しとなります。はい、マトイポロピッチの読みありがとうございました。うん、このポロピッチのゲストリップにめっちゃ疲れたみたいな顔してます。さてというわけで、今日の11ガチはマトイが6号でプロピッチョに勝利となりました。 SOB 予選も頑張ってね。次回ランキングバトルは9月27日、9月27日となっております。たくさんのご参加お待ちしております。ではでは、ごきげんよう、ごきげんよう、お疲れ様です。